電気アドバイザーワンポイントレッスン担当はレクセニ講師シャロ氏の大野です。よろしくお願いいたします。それではワンポイントレッスン始めますが今回のテーマは老齢基礎年金の分数時刻から逃れる方法をお伝えするとそういうレッスンになります。で老齢基礎年金のその計算っていうのは。 えー、免除期間がすごくややこしくてですね、えー。一体免除期間がいくらで反映されるのかって言ったときに分数がたくさん出てくるんですよ。で、えー、暗記するのに宿泊するあの部分にはなるんで、えー、そこのね簡単な覚え方覚え方というか導き出し方ですかね。それを、えー、レッスンしていきたいというふうには思っております。えー、画面の方をねちょっと見ていただきます。 今回あのワンポイントレッスン用にえ画面を映す用でえこう作ってきた形なんですけど板ああ書でちょっとお渡しするような性質のものでは全然今回はないんでえ必要に応じては映し,いたいたしていただいたりメモを取っていただいたりしていただければというふうに思っております。何かか形がなないいととりづらいなと思ったんでね 画映すようで持ってきた形ですで、えー、労力損益のねその計算っていうのは一部こう免除の期間から、まあ、全額免除の期間っていうのがあって4段階免除があると。で分数がね2通り出てくるんですよ2通りね。8分の7。 4分の38分の52分の1っていうのとでんで2つに分かれてるのかっていうところから言いますと上の方ね8分の74分の38分の52分の1っていうのはこれは税金が半分2分の1入る時代でね21年の4月から 国庫負担二分の一引き上げって言うんですけど、要はあの老齢基礎年金の費用を賄うため。に税金が入ってるんですけど、そこの比率を上げたんですよね。二分の一の比率に上げたんで、帰りがいいんですよ。でその下の括弧書きで書いてある分数に関しては。ええ、二十一年三月までですので。あの国庫負担、要する税金の、税金の入りが三分の一しかないんですよね。 ですから21年4月以降の繁栄の仕方と比べると、えー、帰りが悪いとこういとう感じなんです、ね、まあ,あの2分の1の引き上げやりましてそのお金どないするんだっていう問題が解決しないんでねでそれで消費税の引き上げをやったという話にもなるんですけどね。でえー、ネアド試験においては この21年4月前後を挟む免除期間も出てきますのでこのの使い分車労使の試験とかであればこの21年4月以降の国庫負担二分の一引き上げの数字がこれが、まあ、あの法律上の原則ですからそこばっかりでいいんですけどね、まあ、両方やらなきゃいけないんでそしんどさはあると。 で両方覚える覚えるのって結構大変ですよね。で覚えるのではなくて、えー、塗り絵をすることによってそれぞれの分数を導く方法があるんでそれを画面に示していきたいと思いますね。画面の方にさらに絵を描いて絵を変えて入れましたけれども、二十一年三月までの期間からお話をします。で二十一年三月までの期間というのは 旧来のやり方で国庫負担が三分の一です。で、まあお手元に雑記帳でもあれば、まあ一緒にあの皆さんも書いていただいたらとは思うんですけども、大体漢字が分かるよすぐできるんでねこれは。六マスマス目を書いていただくと、で六マスマス目を書いていただいて二四で分けていただくと。要するにあの税金の比率が三分の一ということですから、六、えー、分の 6分の2個6分の2というのは3分の1でしょだから2個が国庫負担で残りの4つが保険料こういうまかない方なんですよねで納付済み期間からお話をいたしますとまあ1ヶ月納めれば1ヶ月半永ですからそこまでしなくてもというところなんですけど無理やりやりますとね税金が入りましてで保険料も当然入りますので納めてるわけですからね6個中6個濡れてますので6分の6イコール とといううここになりますこういう形ねで4分の1免除4分の1免っていうのは言い換えかけ4分の3の負ですからここ負担二2つ塗りつぶしてで4つ中3つの負ですから保険料のマス目3つ塗りつぶすとこれで6分の123456分の5ということになります。これをひたすらやっていくだけなんですよね。半額免除 税金入ってで保険料4つ中半分納付ですから2個のりつぶすと6分の12346分の4というのは3分の2ということですよね。4分の3免除4分の1納付え税金入れといて4つ中1個だけ収まってますので6分の123。2 3 ということはイコール二分の一ということですよね。で全額免除。高校負担塗りつぶして、でのはぁ。納付がゼロですね。なし、保険るなしね。で六個中二個だけですから、六分の二イコール。三分の一。 こういう感じで、えー、6分の53分の22分の13分の1っていうのが出てきますんでこれはまあ先ほどの画面で言うと分分分分ののののこうなんですよこの上やってみましょうか今度はね21年4月以降。で21年4月以降は税金の比率が半分に引き上がりますのでここ打っ二2分の1引き上げ。 でこの時のまあコツを言いますと8マスマス目を書いていただく8個書いていただいて44で分けると半々ですからね2分の12分の1ですから44で分けていただくで要領はもう全く一緒ですもうそのあと、えー、書き殴っていただけたらいいだけなんで納付済み期間税金4つ塗りつぶして保険料も4つ塗りつぶしますので8分の8イコール1ということになります。 四分の一免除、四分の三納付です。税金四つ塗りつぶしといて三納付ですから、三個塗りつぶすと八分の一二三四五六七八分の七、八分の七ね。半額免除、半分だけ納付ですので、四つ税金塗りつぶしてで四つ中にこう塗りつぶすと八分の六。 イコール四分の三ということになります。四分の三面上四分の一ノフ、四つ塗りつぶしといて、四分の一個だけノフですから一個だけ塗りつぶすと、八分の一二三四五、八分の五ですね。で全額面状、ノ、ま、フ、あ、がゼロゼロですよね。 でこの場合だと、えー、どうなるかですけども、えー、税金をつ塗りつぶしてで保険料はなし8分の4イコール2分の1とまあこういう、あのー、感じでねいける OK ですよね。まあ、納付が全くないわけですから結果なしですがね。 税金のとこだけ拾いますから、八分の四で二分の一と、で、これで、全部出ると思うんですね。八分の七、四分の三、八分の五、二分の一ですから。コースはね、八分の七、四分の三、八分の五、二分の一。八分の七、四分の三、八分の五、二分の一と。まあ、雑記帳からなんかにちょっと書き殴っていただいて、要領が分かれば、おそらくできると思うんでね。 えー、ちょっと画面をせせこましくこう見てもらった感じで、えーね、写すの大変でね申し訳ないっていうところあるんですけどあの要はやり方なんで、えー、6マス書いて24で分ける8マス書いて44で分けるで、えー、税金塗りつぶしてここ負担塗りつぶしてで実質的な納付の部分だけ塗りつぶして数えるとこれをやっていただければ、ね、楽勝なんでね。 でえーまあ、講座の中では、ね、こういうことをたくさん実践的にやっていく形になりますので、ねえーまあ、あの講座でお話しする相当な部分をこう惜しみなく公開した感じではありますけどね、まあ、まあ実際の事例の中でそれをまた講座ではやっていきますので、えー、またそちらででもよろろしくとというところです今回のワンポイントレッスンはこれで終了いたします。